こんにちは名古屋の伊藤です今日のこの動画では眼球の解剖学や構造についてお話をしていこうと思いますまず眼球の構造なんですが眼球もレイヤーになっていて層の構造になっていますどういう層をしているのかっていうのを最初にお話をしていこうと思いますまず眼球の繊維膜というものがあります この眼球繊維膜の中には二つの分類がありまして、胸膜と角膜に分かれます。特にこの胸膜っていうのは白目のことです。で、この眼球繊維膜というのの他に。 眼球血管膜もしくはブドウ膜と言います。このブドウ膜眼球血管膜の中にも三、えー、つの構造があります。脈絡膜、光細毛様体という組織がありまして、最後に。 眼球内膜まあこれがね網膜のことですね網膜に分類がされていますでは最初にこの眼球繊維膜である胸膜と角膜についてお話をしていこうと思います 胸膜というのがこれ、まあ、白目ですよねこの灰色で描かれた一番外側のレイヤー、まあ、この部分ですが、ね、この部分を胸膜と言いますでこの胸膜っていうのは一番外側のレイヤーでしてすごく硬いので目を保護している役割っていうのがあるんですねで実はこの胸膜白目っていうのも三層構造になってるんですねでその三層構造っていうのをリストアップしていこうと思います 膜上皮っていうのと胸膜固有質そして胸膜褐色板っていうのがありますこれは一番外側からこう深くいってとこですね こういう感じで見ていきました。ですので、胸膜の中でも一番外の繊維っていうのが、この胸膜上皮で、まあ、真ん中がこれ、胸膜固有質。そして一番内側の部分が胸膜褐色版と言います。まあ、白目を見るだけでもね、これだけ三層構造がありますよっていうことなんですね。では次、その眼球繊維膜の一つである角膜の方に行こうと思います。角膜っていうのはこう、オレンジ色で書かれた この部分ですね。この部分を角膜と言います。本当はオレンジ色じゃないですよ。色分けしてわかりやすく書くためにこの絵では、えー、オレンジ色で書いています。この角膜っていうのはまあここね光が通っていくんですけど、角膜っていうのはすごく薄い組織なんですが、これも角膜白目っていうのは三層構造でしたが、ですがなんと角膜っていうのは五層構造になっているんです。で、その五層構造をリストアップしていこうと思います。 角、はい、膜上皮、傍慢膜、角膜実質、デスメ膜、角膜内皮です。これも胸膜と同じように、この外から内側に行ったレイヤーですね。ですので、まあ、こういう感じで、外から内、浅いとこから深いとこっていうのはこの膜ですね。で5層あるんですが、一番分厚いとこはここ、角膜実質って言っうと、ほとんどここが占、えー、めている感じですね。 で大事になってくるのはここ角膜上皮ということでここが角膜上皮神経というか角膜上皮神経層っていうまあ神経の束があるんですねここの角膜上皮のとこでこの角膜上皮神経層書きましょうかね。 この角膜上皮神経層っていうのはすごく神経が濃くてこの密度っていうのは俗に指とか歯とかすごく感覚が敏感なとこの300倍から400倍の密度と言われています。 300倍から400倍の密度があると言われているので、まあ、例えば目になんかちょっとほこりが入ったとかちょっとまあ間違えてなんか指がぶつかったとかなんかぶつかっちゃったってなると激痛走るじゃないですかちょっとの刺激でもそれの理由っていうのはこれだけすごく多くのね、えー、密度の高い神経が角膜上皮に集まっているから。 なんですね、そして角膜内皮の方っていうのは結構血管の循環が多いと血管の供給が豊富なところでございます。ということでこれが角膜ですよね角膜の構造は5層構造になっています。 これが、えー、眼球の繊維膜の方ですね。眼球繊維膜っていうのは胸膜、この白目の部分ですね。白目っていうのは3層構造になっています。角膜っていうのは、まあ、このオレンジのところですね。これが5層構造になっています。角膜上皮膜っていうところが、えー、神経のね、指先とか歯の300倍、400倍の密度があると。そして角膜内皮っていうところに血液の供給が多い。そして一番大きいのがここ、角膜実質というところです。 では次、このね、眼球繊維膜というのが終わったんで次は眼球血管膜、ぶどう膜である脈絡膜、抗塞、毛様体というところに行こうと思います。まず最初に毛様体と交際というところに行こうと思います。際っていうのはこの部分ですね、この部分のことを交際と言います。交際には2つまあ筋肉がありましてこうなんしう、瞳の拡大とか収縮、まあ 詳しく言うと動鉱っていうんですけど、その瞳の三大というんですけど、ね、瞳の三大だったり収縮、まあ、活躍筋っていうのがあるんですが、そういうことを司っています。まあ、光を入れる調整っていうか、ここで行われるんですね。で、その筋肉、動鉱をね、縮めたり広げたりっていうする筋肉があります。それが、 動行三大筋っていうのと動行活躍筋というものがあります。この動行三大筋の方が交感神経由来です。交感って書きますね。そして動行活躍筋っていうのは副交感由来になっています。 こんな感じで、ね、で、同行三大筋っていうのが、この2つがね、収縮し合ったりするっていうことで、まあ、広がったり狭まったりっていう感じで調整しています。同行三大筋が交感神経、同行活躍筋っていうのが副交感神経です。まあこれが交際に関するところですね。で、次は盲腰帯、毛様体。毛様体筋というところについてお話をしていこうと思います。それが、 この部分、紫、まあ、円磁色で書かれたこの部分、大きな部分が毛様体筋と言います。毛様体筋ですねで。これ結構ねあの、いろんな役割があるんですが、ここね、毛様体筋とここ、レンズ、まあ、水晶体ですね、水晶体。 いう正体俗に言うレンズのとこですねこれがねこのなんかギターの弦みたいなのでつながっているの分かりますかこれがね珍し体もしくは毛様し体っていうんですよ。珍し体もしくは毛様し体これ結合組織なんですけどこの毛様体筋っていうのとこのレンズね。 水晶体っていうのが珍晶体模様晶体でつながれていると、まあ、ここがね引っ張られたり、まあ、リラックスすることによってレンズの厚さが、まあ、例えば、ね、薄くなったりとか広げられて薄くなったり縮められて厚くなったりするんですねでそのレンズの厚みとか薄さっていうのを司っているのがここにある模様体筋なんですよねじゃあ その、模様体筋がどうなったらレンズが分厚くなると。分厚くなるということは禁止っていうことですね。近くを僕たちは見るっていうことですね。で、レンズが薄くなる。まあ、リラックスするっていうことは遠くを見ているっていう状態ですね。それがね、模様体筋とどう関わるかっていうことについてお話をします。で、模様体筋がね、もし収縮すると、縮まるってなると、副交感神経が変わってあります。 副交感神経が働くと、えー、模様体筋っていうのは縮みます。縮むんですね。縮む。交感神経っていうのは緩む方なんですよね。緩む方です。ですが、ちょっとこ、ね、面白いのが、副交感神経が働くと、毛様体筋っていうのは縮むわけですよ。筋肉が縮むわけなんですね。 でここっていうのは縮むわけですよ。このね、エンジ色のとこが。縮むと、この陳正体とか模様正体どうなると思いますか普通で考えると、縮むってなると、こっちに引っ張られて、緊張しそうじゃないですか。緊張するっていうことは、レンズがこう引き伸ばされるって思うじゃないですか。実は違うんです。いいですかこれから大事なこと言いますよ、えー。縮みました。模様体筋が縮まました。副交感神経が働いて、えー、縮みましたってなると、実は、 この沈章体、緩みます。緩むんですね。これゆる、グにぐにって緩みます。緩むってなると、レンズの厚さはどうなりますかっていうことで、厚くなりますよね。厚くなります。ここが緩むと厚くなります。書きましょうかね。収縮する、沈章体、緩む、沈章体、緩む、レンズ、厚くなる。 なんかおかしいですよね。なんか、収縮したら縮みそうじゃないですか。ですが、緩むんです。で、毛様体筋が緩みました。これ、緩んだら、沈章体縮む。結果的に、レンズ薄くなる。ということで、遠くを見るっていうことなんですね。これすごくむつ、ね、あの、最初は、んどっちだったっけって思うんですが、とにかくもう、交感神経、副交感神経を置いといて、 もう四体筋縮みました。縮んだら珍小体緩むんですよ。なんか納得できないですけど、緩むんですよ。で、そうするとレンズは熱くなる。だってこの弦、ギターの弦みたいな珍小体というのが緩むと熱くなるわけですね。 で、緩みました。盲腰体筋っていうのが緩みました。盲腰体筋緩むともう納得できませんが、縮小体縮むんです。縮みます。テンションかかります。ということはレンズは薄くなるということなんですね。まあ、ここちょっとね、複雑ですが、ぜひこれ覚えておいてください。で、この盲腰体筋の中で、まあ、ちょっとね、あの落書きをしたのでちょっと分かりにくくなりましたが、ここ、ここね、ちょっと。 毛様体突起っていうところがあるんですね。これすごく大事なところです。めちゃくちゃ大事。まあ、麺の中で大事なところっていうのはないんですが、これ、毛様体突起っていうのがあります。これがなぜ大事かっていうと、この毛様体突起から、まあ、とある水分が出てくるんですね。水分が出てきます。その水分を何というかというと、 願望水と言います。もしくは防水と言います。願望水、もしくは防水と言うんですが、この防水、願望水というのは作ります。で、この願望水、このね、猛様体突起から出て、こう来て、こう来て、銅孔の中を通って、こっちに流れていくんです。で、こっちに流れていって、ここにね、水色のなんか管があるのわかりますか白目の中に管がありますよね。そしてこの中に流れていくんです。 毛様体突起で作られた水分、眼防水、防水というのはこう流れていって、前側に出てきて、この、まあ、管の方に流れていきます。この水色の管のことこの水色の管のことをシュレム管と言います。これ、水の流れがすごく大事なんですよ。なぜかというと、この眼防水の流れが滞ると、眼圧、目の中の圧力が高くなって、緑内障になるんですね。 でその緑内障の原因の一つっていうのを説明する前に目の区分っていうのが大事になってきます目の区分、まあ、このレンズからレンズからこの角膜のとこを全て合わせて眼球前駆と言います 眼球甲区、ね、こここっていうのもあるんですが眼球後区っていうのはどこになるかというとこのレンズからここまで後ろのことを眼球後区と言います。 これは後で出てきますからね。眼球航空。で、前側が眼球前空。うん、わかりやすいですね。で、この眼球前空の中にも2つ分かれてきます。それが前願望と後願望です。で、こっちの方が前願望、前願望ですね。 で、この後ろの方っていうのは抗岩棒になってきます。で、この前岩棒と抗岩棒という解剖学が出てきたところでもう一回水の流れ、今度は上の方から行きましょうかね。この毛様体突起から岩棒水っていうのがこう来て、こう来て、こう流れてシュレム管、覚えてますかこのシュレム管の方に向かって流れていくわけなんですね。で、この水の流れが滞ると緑内障になりやすいと。じゃあどういう理由でなるかというと、このね、 ののののここのとこここととってなこの実際ろでめめちゃめちゃゃ狭いんですよほんとね、リアルな感じで書くと、もうこれ、ここのね、交際のとこが、本当ね、こんな感じになってるんですよ。こんな感じで。なってるんですが、でこの交際とレンズのこの部分がすごく狭いんで、ここが癒着すると。まあ、大きく書くとも、ここが例えば癒着しちゃうと、 このね、岩防水の流れがここでね、滞っちゃうわけですよ。滞っちゃうと岩圧が高くなる。ということで、緑内障の原因にもなるんですね。で、もう一つ、もう一つの原因が、ここのシュレム管のここのところが、公約とかまあ、流れが滞っちゃって、ここで流れが滞って吸収されないと。この水の流れっていうのはシュレム管の中に流れていって吸収されるので、ここがね、 っっちちゃゃううとまたここの圧が高くなっちゃうんですよね。で、緑内障になりやすいっていうことですこれがまあ盲腰体突起から水の流れ願望水がこう来てシュレム管の方に流れていきますよという経路ですね。でまあさっきから見たこの眼球血管膜このブドウ膜っていうのを 交際っていうのと盲腰帯、盲腰体、盲腰体筋っていうのは見てきましたね。じゃあ次、この脈絡膜っていうのを見ていこうと思います。この中である脈絡膜っていうのはここですね。この円字色の。 ところなんですね実はこの脈絡膜っていうのはすごく血管が豊富なんですね解剖症とかで見るとあのほんと血管がビッチーとこう網目状に、えー、走ってるぐらいすごく血管が豊富にここに付着をしていますでこれがね脈絡膜の、えー、ざっくりとした説明なんでこの眼球血管膜をまたおさらいをしていこうと思います交彩っていうのが色を変えましょうね色を変えて交彩っていうのがここでしたねここ それで、同行三大筋っていうのと、同行活躍筋っていうのがあって、まあ、これがね、作用し合って、ここが、ここのスペースが広くなったり狭くなったりして、光の出し入れっていう、あまあ、出し入れっていうか、光をね、取り入れる量っていうのを調整しています。そして、毛様体筋、ここのね、円んの部分、太い部分ですね。で、ここが収縮すると、ここが縮むと、この沈章体っていうのが緩んじゃうんです。 緩んで、レンズが熱くなるんです。分厚くなるんです。分厚くなって、えー、近視。近い方を見てるっていう感じですね。で、この、毛様体筋っていうのが、緩みました。リラックスしましたってなると、珍章体縮むんです。緩むと縮むんです。筋肉が緩むと縮んだんです。この珍章体が。そうなると、レンズっていうのが薄くなりまして、緊張するからね。珍章体が緊張するっていうことはレンズっていうのが引き伸ばされると。 ということで、薄くなるっていうことなんですね。でこれがね、難しいですけど、毛様体筋のメカニズムです。で、毛様体突起というね、また色を変えます。赤色で書きましょうかね。毛様体突起という、ここから出てきて、眼防水というものが出てきて、ここ覚えてますかこの部屋のこと何と言うかというと、えー、抗眼房でしたね。抗眼房というところを通って、 ここを通って全願望というところに入っていってシュレム管シュレム管というところですねシュレム管に向かって流れていくっていうことですねここのシュレム管のとこかこの交際のとこが癒着しちゃうとレンズとねそうすると緑内障の原因になり得るというところです では次、眼球内膜と呼ばれる網膜の解剖学なんですが、網膜っていうのはここで書いてるこの青のレイヤーのところと赤のレイヤー、ちょっとこれもね、えー、組織的に分かれてるんですが、この青と赤で網膜を分けてみました。で、この網膜っていうのは、あ、えー、のね、多分目の中で一番複雑な構造をしてるんじゃないかっていうぐらいすごく複雑な構造をしています。最初に戻ると、白目、胸膜の部分は三層構造でしたね。 で、角膜っていうのが5層構造でしたね。なんと、網膜っていうのは10層構造してるんですよ。これ詳しく一つ一つは解説はしていきませんが、えー、リストアップだけしていこうと思います。網膜の10層です。 12345678910、ね、層ちゃんと書きましたね内胸開膜神経繊維層神経節細胞核内胞上層内腳粒層外胞上層外下流層外境開膜、えー、高受容体細胞そして色素上皮ですとどういうことかというとまあこういう感じですねこういう感じで出ていってます ので、まあ、こっちが内側ですよね。内側の方で、こっちの方が外の方。こっちが深い方で、こっちが浅い方ですね。この見方でいいかな。こんな感じで、こう来ています。これがね、網膜の10層の構造です。で、もうちょっと続くのが、このさっきまでね、膜組織っていうのを言っていったんですが、後ろにある眼球コーこの眼球コーっていうところの、この部分、後ろのね、 目のな後ろ側の一番広いこのお部屋みたいなところ、ここがですね、まあ、名前がついて、ここのことを少子体と言います。これがピンクのところですね。ピンクのここ全部覆っているここの。 ことのこことを焼死体ほんとゼリーみたいな感じの構造をしてるんですねまあ役割の一つとしてはさっき書いた網膜網膜剥離とかで大事な網膜ってあるじゃないですかそれこそ剥離しちゃダメですからねそれをこの、まあ、ゼリー状の圧でこうしっかりと外に押し付けておくピタッと貼り付けておくっていう役割が一つあるのとこれすごく面白いのがこの焼死体 このピンク、まあ目は丸いんで今断面図で平面になってますが、まあ、眼球っていうのは球状、ボール状になってるわけなんですね。で、この小死体っていうのが、まあ、他のね YouTube の動画で上がってる動画があるんですがこの小死体がみかんの房みたいになっててただゼリーが液体で入ってるわけじゃなくて房みたいな感じになって区分で分かれてるんですよ。これね、えー、僕の動画詳細のところでその動画のリンクを貼っ付けておくのであ、すげえ目の中ってこうなってるんだっていうのがリアルに見て取れるのでその小死体が区分で分かれているっていうのはそちらのビデオ 参考にしてみてみくださいでこれが体ですね、えー、ピンクの部分です。後ろの部分を、ね、おさらいしておきましょう。この部分ですこの部分が視神経ですね。脳神経の2番、視神経っていうのが、まあ、外から入ってきた光っていうのを脳の方に届けるっていう、まあ、大事な神経ですねで。その大事な神経のこの真ん中の間の部分を何というかというと、神経円盤と言います。この黒い真ん中のところ、神経円盤です。 神経円盤と言いま,すまあちょっとね前から見た図で目をねこうこう書くと神経円盤っていうのがここにあって若干ずれたところにあるのが中心貨というものがありますこっちの方ですねこっちの方が中心貨中心下というものがありますで,す、ね、中,心中,心ますで中心下のなのとこの胸膜とのこの何ていうの分かります視神経と胸膜のなんか境の穴みたいなとこっていうのが 指板というんですね指板というのはここのまあ境目のことを指板と言いますで最後に一瞬一つの膜組織っていうのを挙げてえ今日の締めにしたいと思うんですがでさっきまでね散々角膜だとか胸膜だとか網、まあ、膜とかいろんなことを聞きましたがまたね一つ聞いたことのある組織っていうのを一つ出そうと思いますそれがここまぶ、あ、たの裏にある こここからこれまぶたですよこうきてまあ目の方にこう覆っていく膜っていうのがあるんですねこれを何かというと、まあ、これは皆さんおそらく聞いたことがあるだろうと思いますこれが結膜っていうんですね、まあ、詳しく結膜っていうのを上げていくと、まあ、この辺りのとこっていうのが眼鏡結膜っていうんですよ 眼圏結膜、ね、これまぶたっていう意味なんで眼犬結膜でこの奥の辺りのこの部分この部分のことを結膜円外と言いますそしてちょっとねこう角膜とか,とかと被ってくるここのことを 眼球結膜って言うんですね。で、この結膜にまあ、何かしらね。目こすりすぎてこうウイルスとかねバイい菌とか。まあバクテリアとかいろんな異物が入ると、ここで炎症が起こります。これが皆さん多分聞いたことがある。結膜炎ということになるんです。 はい、今日は目の構造、えー、生理学を絡めて目ってどんな構造をしているのと、こういう筋肉が収縮したらレンズがこうなったりとか、まあ水分の流れがこうなったりっていうことを交えて、えー、目の解剖についてお話をしていきました。今日は以上です。ありがとうございました。